はい。ウーバー。はーい。マクドナルドが到着したけど、ちょっと待って、モスバーガー頼んじゃったんだけど、どうしよう。でも飲み物だけかな。飲み物だけかな。なんだろう、ポテトかな。いやいや、料金は払ってあるよ。あ、ファンタグレープだ。これは飲めるね。頼んでくれたのかな、お腹空いてるっつったから。みんな払ってくれてるよ。いただきまーす。飲み物だけと、なんだろうこれ。このポテトじゃない？あ、サムライマックだ。くぅ。どうしよう。モスバーガーキャンセルできる？ちょっと待ってね。いや、どっち、モスも食べたいしな。どうしよう。ポテトじゃなくて、これどうしよう。どっち食べるかな。ちょっと、サムライマックは。どうしよう。ちょっと待って、ポテトは食べたい、ポテトは。両方食えるか、サラダを抜きにしようかな。まあ、夜でもいいけどよ。いただきまーす。あ、美味しいんじゃない？うん。モスバーガーキャンセルできないんじゃないかな。どうだろう。もう支払っちゃったからね。ちょっと見てみよっか。美味しい。じゃあね、あったかいうちに食べてこい。ご注文キャンセルはできないな。ないね。まあいいんだよね。ポテト食べて新商品を食べればいいんだよ。それでいいんだよ。サムライマックは冷凍できるし。ね、冷凍しときゃいいんだよ。まあ夜食べてもいいしね。いや、全部食べるって大変だよ。だってファンタグレープ L でしょ？ポテトの L、サムライマック、さらにすき焼きバーガーの単セット、メロンソーダ L、サラダ、モスチキン、フィレオフィッシュバーガー。で、さらにもう一個単品で、すき焼きバーガー。バーガーだけだと1、2、3、4つ。で、ポテトが1つ、飲み物 L が2つ。モスチキンが1個。で、サラダ1つ。じゃ、ダメでしょ。死ぬよ。無理。いや、食えるっちゃ食えるけどね、4つね。食えるけど、一気に食わない方がいいんじゃない？分けて食べればいいんじゃない？大食い企画。
でもさ、このさ、ポテトの L だけど相当お腹いっぱいになるからね。これだけで400キロカロリーだから。このポテトの L って、ね。400。あ、これで、おにぎり2個分ぐらいあんだよ。うん、やばいでしょ。いや、ポテトは結構カロリー高いからね。うん。そんなんにか。だって L サイズ。M とかさ、S とかだったら低いんだよ。これは L サイズだ。やばいと言いながらずっと食べて、マクドナルドのポテトは早く食べないと。わかるでしょ？俺冷めたらめっちゃまずいじゃん。これが一番優先だよ、一番最初に食べるの。いや、生理前だ、生理中って感じや、うん。これはね、L。これ L サイズね、M じゃないよね。どっちだ？これ L だよね。この大きさ。だっていつも食べてるのと一緒だもん。いや、L、M、S とか書いてないよね、マックはね。え、書いてあんの？書いてないね。こんなの、こんなのいたのね、初めて気づいたん。ほら。ドナルドがいた、こんなとこに。え、いるの？初めて気づいた、確かに。前からいる？ポテトの L サイズは、170g で534キロカロリーになるだって。定番商品のビッグマックを上回るだって。500キロカロリーらしいよ、これだけね。ビッグマックよりカロリー高いなと。すごくない？これハンバーガー1個食べてるのと一緒だよ。だからハンバーガー5個になるってことだね。サムライマック、でポテト、ハンバーガーと例えるのポテトでしょ？あと、すき焼きのハンバーガー2個に、フィレオフィッシュになると5個分だね、今日ね、ハンバーガー。やばいよ、ね、いや、これをね、ハンバーガー1個分と考えるとね、500キロカロリーだ。ん？山ちゃんが何？山ちゃんがオルちゃんが好きって言ってた。オルちゃんって何？山ちゃんがオルちゃんが好きって言ってたってよ。ななちゃんじゃなくてん？それ間違いじゃない？聞き取り間違いじゃない？オルちゃんじゃなくてななちゃんの間違いじゃない？あ、オルちゃんメイクのやつね。あんなんすよ、だって整形だもん。ババアになったら崩れるよ、顔。シワシワになった。整形がね、若いうちなんか整形したらボロボロになるからね。ん？金あるからいいんだよ、オルちゃん。でもさ、男ってさ、タイプと付き合うのってまた違うじゃん。理想と現実が違うっていうの。あんな、オルちゃんなんて付き合えるわけないじゃん、山ちゃんが。な？タイプと、ね、付き合う相手って違うの、男の人って。あんたもな、私は妥協しないよ。
ブサイクなやつと付き合ったりしないもん。ねえ、ある程度顔整ってないから。ポルちゃん？ポルちゃんだってそんなにブサイクじゃないだろうと。ねえ。顔は整ってんじゃないの、あの人。ハッチくんだって顔整ってたよね。ブサイクじゃないの。じゃあハッチくんとポルポンだったらどっちブサイク？どっちがいい、みんな顔的に。そうなんだ。性格とか抜いてね、性格とか抜きにしてどっちがいい？ハッチの女、ハッチの方がイケメンなの？イケメンではないけど、まあ普通って感じ。顔ならポル。じゃ山ちゃんと小峠くんだったらどっちがいい？ね。山ちゃんと小峠くん。山ちゃんと養分等だったらどっちがいい？で、養分伊藤と蒼くんだったら。養分伊藤くんと蒼くん。で、蒼くんとポルポン。蒼くんとポルポン。で、そうくんとポルポンが同じぐらいのレベルって感じが、ちょうど半分ぐらいだもんな。なんかランク B って感じ？ランク C って感じか。で、B が養分伊藤くんクラスで、で、A が山ちゃんか。ね。で、S は今んとこいないって感じだね。うん。じゃ、顔だけね、顔だけ。ハッチくんは、だから B ぐらいってことだよね。ハッチ B の、ポルポン C の、ソークも C って感じ？で、養分も B ぐらいか。で、A が山ちゃんとかそこら辺？ゆうなくんはね、もう格段だよね。あれは S だな。A と S の間って感じ。ゼロワンくんは顔的には D じゃない？ B だね、B。B と C ぐらい。うん、なんか雰囲気イケメンだから、あの人ね。うん。なんか品川庄司みたいな感じ。イメージはね。なんかああいう系だよね。おしゃべりクソ野郎じゃなくて、品川庄司の方、庄司元春の方。あの人もなんか雰囲気でイケメンじゃない？よーく見ると変な顔だけど、なんかゼロワンくんもあんな感じだよね。うん、さあ新商品食べましょう。というかもう寒くなってきたな、だんだんモスって、うわー葉っぱ三つ並んでるよ。この二個。こちらが新商品ですね。とびっきりとろ玉すき焼き仕立てハンバーガー。おー。入ってんね。潰れてんね、卵が。もう匂いがめっちゃうまそうだもんね。
めっちゃいい匂いする。ちょっといただきます。おいしい。なにこれ、うまっ。くー、久しぶりにこんなおいしいハンバーガー食べたな。うめえ。もうこれハンバーガーじゃないね、これ。ハンバーガーのレベル超えてる。うまい。すき焼き、もろすき焼き、すき焼き食べてるみたい。このさ、なんかビーフジャーキーみたいのが入ってんだよね。この牛肉、なんつうのかな、これがまたいいよね、この感じが。このカスみたいの、牛のカスみたいの、これがね、いっぱい入ってんのよ。なんかすき焼きのカスだよね、すき焼きの肉のカスみたいな。卵丼きた、卵丼。うわ、やば、こりゃやばいでしょ。マジうま。もうとろっとろ、合うね。これは100点、100点満点です。これは激うま。うめえな、マジで。このさ、焼肉ライスバーガーとかに入ってるこの葉っぱもいいね、これ。これも合うね。なんか春菊っぽくていいね。このレタスみたいの。これがさらにすき焼き感を出してるよね。葉っぱ入ってんじゃん、焼肉ライスバーガーとかにもさ。これは久しぶりにヒットだな、私。やっぱモスバーガーうまいわ。天才的、この組み合わせ。もうね、ゆっくり食べたいって感じ。ね、とびっきり、もうその名前の通りだね、これ。とびっきりバーガー、ほんとに。もうね、もったいないって感じ。もう一つあります。あるね。これね、もう一つはフィレオフィッシュ。で、ここにもサムライマックもある。ここね、サムライマック、ベーコン肉厚トマト。で、モスチキンもあるし、サラダもあるし。業者みたいだよね。玉ねぎと牛肉だな。ジャーキーみたい、これ。結構いい肉入ってんね、これ。和牛じゃない？こんなにトロトロして柔らかいんだもん。
結構いいお肉入ってんだな、これ。うん。もうほんとここだけ食べるとすき焼きだもん。すき焼きを食べてる感じ。で、贅沢にこれをね、バーガーにしちゃうっていうところすごいよね。で、この半熟卵のとろっととろけた瞬間、ね、お口の中にすき焼きが完成するんだよね。パンだけどすき焼きを食べてる感じ。うん。誰もレポートを書いてない。これさ、何発売されたばっかなの？これ。いつ発売したのこれ。少し前に発売されたの。1月16日？え？未来予想図何？チェダーチーズなんか入ってないよ。11月の15日に発売に。あ、じゃあもう1ヶ月ぐらい経ってんだね。ね、みんなも、ふじみちゃん食べた。ふじみちゃんなんつってた。ふじみちゃん結構味うるさいからね、あの人ね。あのね、レビューする人によって変わってくるからね。ヤミーなんか、あの、味音痴だから、あの人ね。食べてるもん見れば気づくと思うけど、あんまり美味しいもん食べたことないで、あの人って。うん。安い味が好きなんで、あの人ってね。こんなすき焼きバーガーなんて、ちょっとね、味が解読できない。まずいって言うと思うよ、これ。そうでしょ？これもね、もう最強なの、モスバーガーの。もうこれを食べるためにモス肉って感じ。もうマジ最強、このフィレオフィッシュバーガーは。もう昔から大好きでね、これはもう食べ続けてんだけどね、もうね。もう38年間食べ続けてんの、これ。だってまだ食べなきゃ今度夜食べることになるからね。おいしい。このマヨネーズもうまいんだよ。やっぱこっちが100点。うん、幸せ。これが一番優勝だね。うん。おいしいな。このマヨネーズがうまいのよ。合うの。うん。なんかね、モスバーガーのマヨネーズってどこのマヨネーズ？キューピーじゃないんだよね、これね。なんかちょっと甘めなんだよね。キューピーちゃんってさ、結構さ、酸っぱいやん。このなんだろうね、モスバーガーで使ってるマヨネーズってどこなんだろう？なんだろう、味の素かな。え、モスバーガーってキューピーなの？味かせ？ちょっとね、甘めなんだよね、モスバーガーね。マックのフィレオフィッシュ。マックのフィレオフィッシュに冷めるとマジいんだよ、マジで。ボソボソすごいの。あとね、マヨネーズの味が違うんだよな。あれもあれで美味しいんだけど、あっちの方が酸っぱいんだよな。いや、どっちも好きだけど、モスの方がね、フィッシュはサクサクしてて、相性いいんだよね、このチーズとさ、マヨのね。うん。沢田健二さん、こんばんは。勝手にしやがれ。ん？
もう幸せ。もう幸せ。このフィレオフィッシュだけで生きてきる私。もう死んでもいい。で、調子がいい時にフィレオフィッシュ2つとか頼むかな。フィレオフィッシュだけ。でも、普段はくどいんだよね。飽きるっていうかな。一個ぐらいはちょうどいいんだけど。昨日ももし食べたん？タバコ吸うのやめて煙で、は？ハンバーガーはタバコと一緒に吸うんだよ。知らねえの？まだまだ甘ちゃんだね。ねえ、ハンバーガータバコ吸いながら食べんだよ。ん？だから片手で食べんでしょ？もうタバコ吸いながら食べんのがいいんだよ。知らん。ねえ。このマヨネーズさ、こうやりたいんだよね。こうね、まんべんなく。こう移動させてね。こう、なみなみに沿ってこうやって合わせてあげるんだよね。余ったやつを。まんべんなくね、偏りなく。で、最後に楽しむとこがあるんだよね。この袋の、こびりついたチーズとマヨネーズをなめなめすんだよ。この、こんとこな。これがモスバーガーうまいんだよ。じゃ、行儀悪いんじゃないの。これをできない人はモスバーガー行く権利がなしです。ね、モスバーガーを知ってないんですね。ね。これがモスバーガーの味わい方ですよ。ね。まだまだ甘ちゃん、にわか。ん？モスラーではないよね。なんでこんな幸せになるんだろう。フィッシュバーガー。もう今日も頑張ったって感じ。もうね、最後になるとね、寂しくなるんだよね。もう残りわずかになると。なんかもったいないなって。もうちょっと食べたいけど、みたいな。ん？ちょっともったいないな、みたいな。もうあとこんだけなんだ、みたいなさ、こうやってね。あと二口かな、みたいな。だんだんなくなってくると寂しい気持ちになるの。二個だと、だから多いんだよ。くどいんだよ。な？一個はちょうどいいの、同じ種類は。二個食べたら今度食べる周期が遅れるんだもん。ねえ、四週間後が二ヶ月後になるんだよ。ああ、幸せでした。また会えるかな。また会えるかな、フィレオフィッシュね。やっぱすき焼きよりフィレオフィッシュが勝るな。すき焼きがなかったことになっちゃう。どんな味か思い出せないもんね。やっぱ優勝はフィレオフィッシュだな。
なんといっても私の大好物だからね。ね。うん、ちょっと。ああ。